ビリーズ工房の熊井里奈です。よろしくお願いします。すごく大人っぽい曲に仕上がっていて、歌詞がちょうどなんていうんですかね、私たち同世代ぐらいの女性の方はもちろんいろんな方に共感していただける歌詞になってるんじゃないかなと思って、すごく切ない曲なんですけど、たくさん聴いていただきたいなと思います。もうロックエロティックってタイトルからすごくインパクトが強い感じなんですけど、またこれももっとずっと一緒にいたかったとはまた違う大人っぽさがあって、今回は男性役と女性役に分かれて、こう宝塚さんチックな感じでミュージックビデオも撮影したので、ぜひ振り付けとかにも注目して見ていただけたら嬉しいです。結構衣装からもうカチッとしたスーツを着て踊っているんですけど、仕草とかもこう女の子らしい可愛らしい感じじゃなくって、もうキリッとした表情で頑張ったので、ぜひそこも注目してもらいたいです。そうですね、なくてはならない存在ですね。やっぱり11年、ベリーズ工房としては約10年間、今年の来年の3月3日で10年になるんですけど、やっぱこの期間がなかったら今の私はいないので、ベリーズ工房があったからこそ今のこの私クマユリナが出来上がっていると思うので、なくてはならない存在です。そうですね、平凡な人生送ってたと思うんですけど、まずこう芸能界っていう世界には入ってなかったんじゃないかなと思いますね。普通に部活とかもやって、もしかしたらここまで身長高いならバスケ部とか入ってたのかなとか思ったり、でもきっと今よりもこの身長がコンプレックスで嫌だなって思ってたと思います。ベリーズ工房にいるからこそこうデコボコ感も引き立ち、個性もいっぱい出て、なんか自分を出せるというか、自分の家族みたいな存在だなって思います。なんだろうな、大きな変化だったというか、こうやっぱ急に小学校3年生の頃に大人の世界も芸能界っていう世界に入って、もう右も左もわからない状態で入ったので、やっぱ普通では経験できないことをさせてもらってるなというか、すごい特別な人生を歩ませてもらってるんだなって思います。いい意味の事件で、普通にこう街を歩いてて、あ、熊ゆりなちゃんだってこう声をかけられた時ですかね。やっぱそれだけこう海外とかでも自分のことを知ってもらえてるんだっていうか、自分の気づかないところですごいたくさんの方に自分が知ってもらえてるんだなっていうのが、いうのを気づいた時に、ああすごいことさせてもらってるんだなって思いました。ありました、あったんですけど、ただその時にパッて思うだけで、実際はなんかやっぱお仕事してると楽しいし、全然自分からやめようって切り出したことはなかったんですけど、でもやっぱ辛い、楽しい、全部が全部楽しいことじゃなかったので、普通の人生歩んでたらどうなってたんだろうってすごい考えてた時期もありました。はい、11月29日に私たちの夢であった武道館がまず叶えられるということで、またさらに叶えたいのが、やっぱさらに大きな会場でライブやるのもいいなと思うんですけど、もう一度埼玉スーパーアリーナでライブがしたいなと思いますね。やっぱあの時は本当にまだ中学生とかだったので、あんな大きな会場で自分たちがライブができたんだっていうことをもちろん嬉しかったんですけど、今の年になって改めて本当にすごいことだったんだっていうのを実感できたので、それをもう一度叶えて、昔の曲とかもやったりして、こう思い出を振り返りながらまたライブができたらいいなと思います。